はい、ハローさあ、というわけでね、今どこにいるかと言いますと、なんとなんと、今年8月にね、S リーグ第1戦が行われる、茨城県の大洗海岸に来ております。はい、こんな感じでね、超久々に来ました。多分ね、前回の JPSA 9月とかぶりですね、来たのは。波のコンディションはね、まあ胸ぐらいあって、まあやっぱね、試合はね、確実にある波なんですけど、思った以上にね、千葉より寒くて、水温は分からんだけど、思った以上に寒いです。半袖で今死にかけそうなんですけど、ちなみに今日はですね、おとんは不在ということで、今日は僕一人なんですけど、まあちょっと早めのね、JPSA 第一戦に向けて練習しに来ました。まあただね、ちょっとでもいい波やりたいから、他のポイントもね、見に行きたいんですけど、まあここはね、本当に毎年、ここはね、下がね、結構ゴツゴツ岩があって、潮とか引くと結構フィンとかがガリッとか当たったりするんですけど、まあそれもそれでね、まあここのいいところといえばいいところなので。うわ、波来た。うわ、これ頭ぐらいあるっすね。はい、ここです。このまさにここで試合やってて、ここにブースとか立つんですけど、去年はね、すぐ負けちゃったんですけど、本当茨城はこのローカルの方々も本当あったかくて、そのいっぱいね、いっぱい応援来てくれたし、すごい思い出のある場所なんですけど、まあただね、本当に難しい波のコンディションが続くポイントなんで、まあ一足先にね、来てちょっと練習ということでやってきました。まあ他のポイントを見ながら、今日は茨城サーフ旅ということで、こんな感じです。茨城編を最後まで見てもらったらいいなと思うので、まあ茨城といえばね、もう美味しいご飯やったりあると思うし、まあいつもはね、試合の時しか来やんから、ほぼね、練習できたことがない場所なんで、まあこうやってね、来るとその違うね、目線とかでも動画とかも見れると思うので、まあぜひね、その感じをみんなに見てほしいなと思います。はい、というわけでね、これから着替えてね、サーフィンしていくんですけども、いや思った以上にね、外気が思ったより寒くてびっくりしてます。水温はね、どうかわからないけど、まあ、今回もゴーグルと水中目線と、あとは陸乗りとやっても行こうかなということで、まあ、今日もね、変わらずなんやけど、まあ、サップドライバーのこちらの、まあ、ブラックシープでやっていくんやけど、このフィン、ニューフィン、AM のこのフィンね、新作なんですけど、これ使い始めて約、まあ、2、3週間経ったんやけど、発売の前の日からね、使っとるぐらい、ね、調子いいんですけど、まずね、2、3週間使った感想なんやけど、簡単に言うとね、簡単に一言で言うと、本当にオールラウンドって感じかな。カービングやったりターンとか、そう、ただのアップスとかフローターとか、こうたまにね、こうテール抜いてみたりとかも、僕いろんな技とかね、好きやからするんやけど、本当全部がこうストレスなくいけるんですよね。こう例えばこのカービングに特化したフィンがあったり、テール抜くに特化したフィンとかあるんですけど、まあ、そんなことよりオールラウンドやから、こういちいちね、こう波によって変えやんってよくていい、いちいちね、波によって変えやんくていいっていうのもあるし、あとはそのね、フィンもね最近高くて1万8000円とかするからさ、何個も買うのもったいないから、これ一つで解決するしっていうのがいいなと思いましたね。ほんと2、3年ぶりにこれは来たっていうフィンがやっと出会えたんで、これはね、マジで嬉しいけど、まあ、ただね、いいとこ悪いとこ言った方がね、本音やと思うので、まあ、悪いとこと言えば、いいです。はい、さあ、というわけでね、着替えたのでやっていきたいんですけども、ちょっと嬉しいのが、ここいつもね、本当に人がすごくて、やっぱ波もね、割れてるんですけど、今日なんとね、無人ということで、まぁ、ちょっと楽しみですね。まぁ、ただ、さっきね、たまたま YouTube 見とったら、この、茨城の大洗のサメ情報みたいなやつ出てきて、まぁ、ただそれにね、ビビってるって感じなんですけど、まぁ、こんな場所でさ、無人って本当にめったにないから、まあこの貴重なね、無人ウェーブを楽しんでいきたいと思います。サイズの方はまあ頭ぐらいはあるかな。まあここさ、下がすごいこうゴツゴツリーフやから、それだけただ気をつけてやっていこうかなと思います。まあそんな感じで、久々の1年ぶりぐらいかな、1年ぶりぐらいの茨城テストの、S リーグもね、ラウンド1じゃなくて1戦目ここなんで、
まあ、その想定を込めながら練習していきたいと思います。はい、今回はですね、茨城編ということで1年ぶりにねやってきたんですけど、いやこの日は本当にね貸し切りでほぼ人もいなくて楽しくねセッションができた1日だったんですけど、いやこんなねあの岩がゴツゴツしてるポイントでやったのは、まあ、久々やったんですけど、毎年ね引いてる時間帯とか引いてるタイミングとかで試合するともう必ずね1人2人とかは絶対に板クラッシュとかする方が出てくるんですよね。これ1本目ね乗ったやつなんですけど、とにかく岩がある影響でその所々ねこううねりやったり、いきなりこうドカーンと掘れてきたり、逆に 深くて掘れあのたるかったりするから、本当にここはね試合前だけに来るだけでは絶対に攻略できない場所やなと改めて思いましたね。またねその試合前だけじゃなくて、あと3ヶ月しかない、あと3ヶ月もあるってな考えもできると思うけど、あと3ヶ月しかないんで、ここの波をどう攻略するか。ただ波がでかくなったとしても、小波やったとしても下に岩があるからそれは変わらないので、岩が壊れやん限り、いやもうそのいきなりスープで割れてきてしまったりするとこをうまく処理したり、うまくアクションしたり、うまくスプレー飛ばしたりしないと絶対にねうまく乗れないし、はい、点数もつかないと思うんですけど、これとかね2発目これ2発目来たと思ってドカーンと行こうと思ったら、岩の影響でいきなりねスープがブレイクし始めたんですよ。これね1発目いい感じにクイックにスパッと行けて、でこっからドカーンとレイバックでもしようかなと思ったら、前にねスープが割れてきてしまってファーゾーンがなくなってしまったシーンなんですけど、こういうのもねすぐさまにこのスープのブレイクを利用してスプレー飛ばしたりしないとダメなんですけど、本当びっくりして意味が分からなくて合わせるだけになってしまったから、点数もねきっと下がり倒してしまうと思うんですけど、はい、これはねテイクオフからのちょっとパワーゾーンに戻って、でもうちょっとスピードつけてそこのスープを抜けてなんとか一発。これもね試合やったら点数も絶対3点ぐらいしかつかないと思うんですけど、これをどういかにコスプレー飛ばしたりパワーアクションするかってところですよね。ここもね絶対抜けないとダメだし、ぐーっと溜めてもフィニッシュの波やったんですけどね、これスローで一回ね見てほしいんですけど、ここでスープをフローターで抜けます。でここで一気に両手を前に今やってたと思うんですけど、一気に両手をジャンプの横に行くみたいな感じで、ジャンプも両手上げた方が高く飛べるんですけど、両手を前に振った方が絶対にスピードが前につくんで、フローターから次のセクションに抜けるときとか僕ってよくやるんですけど、皆さんもぜひやってみてください。これとかも多分そうやったかな、フローターで前に手を振る、前に手を出すことによってグオーンとね伸びが変わるんですよね。あれをしないのとするのでは全然変わるんで、ぜひ皆さんも試してほしい。ここから前にうっとね1回でいいんでやってあげると、このスープをバシッと超えれるようになると思うので、ぜひやってみてください。はい、ここからね起きてるシーンなんですけど、これ下にね岩がゴツゴツあって、どこに岩が来るかわからんから、そのドルフィンもねしっかりと板を握れなくて、こう手のひらで押さえる感じでドルフィンしてるんですけど、バリとかリーフの時とかでその握ったまんまドルフィンして拳がねリーフでギザギザになってしまった経験とかもあるんで、ここはね特にまあクラマツほどではないんですけど、岩があったとしてもそのでっかい巨大のツルツルの岩とかなんですけど、まあ念のためにね、はい、手を握らず手のひらでドルフィンしてるシーンなんですけど、しかもそのだいたいねリーフブレイクとかってその割れなんてやろうな、沖とかでは触れやんぐらいのミドぐらいからは普通にリーフとかねあの岩とかその足届くとことかは届くんですけど、ここのポイントはまさかの沖にいても巨大な岩があって、普通に手を伸ばしたら岩が 手に届くみたいな、そういう場所でして、それがねこう沖から乗ったとしても沖でも意味がわからん、こういきなりスープが割れてきてしまうような
波が出てきたり、だからところどころね、なんかトラップが仕掛けられている感じがして、ここはね本当にこう簡単に試合会場来て試合前にパッと練習して勝てるような場所じゃないし、まあ、もちろんねスキルがあってこそだと思うんですけど、ここのポイントはね、試合、日本の試合会場で一番むずいんじゃないかなと、むずいポイントなんじゃないかなと思いますね。よくね、伊豆とかはすごい小波が多いんですけど、ここのポイントは岩、特に岩とかリーフブレイクとかね、そういうのがやっぱ難しいなと思いますから、ここはもう特にトラップだらけなんで、それがね特にむずいなと思いました。まあでもトラップだらけの時はとにかくその波のフェイスを見ながら走る、こう横に横に前に横に走りたいとか波を抜けたいとかいう気持ちよりかは、とにかく波のフェイスの様子を見て、いきなりスープが割れてきたら、そこにわざとトラップを利用して跳ねるみたいな、跳ねるっていうかね、利用してリップをしに行くみたいな、これねバックサイド、ここもねいきなり掘れてきたとこで難しかったですね。でいきなりね軽くなってくるっていうか、思わせぶりウェーブみたいな感じだったんですけど、これもねいやきついですね。3点ぐらいしか出ないと思うんですけど、これ沖からゴワーッと割れてきてラッキーと思ったんですけど、ここで乗ってさあどうしようかと、でしっかりとパワーゾーンの方戻ったんやけど、ここでね波が終わってしまって、あれみたいな感じで、ちょっとこれはねショックというか期待したんですけどダメでしたね。あ、これ行きますね。これしっかり波を追いかけて、ミドルからだったんですけど、波追いかけてすぐ立ってカービングでちょっと戻ったんやけど、先が見えんくて、まあプラーと下の波なんですよね。はい、いやマジむずかったな。解説するのも特にむずいんですけど、これはちょっとミドル気味からちょっとエアーというかブローテール跳ねて体勢崩したのを直してフィニッシュをここでドカーンとね、これはまあ 3.5 ぐらいかなと思うんですけど、まあやっぱね沖から乗った方が点が出ると思うけど、こういうねちょこちょこしたミドルでしっかりとしたターンで点数稼ぎもいいと思いますね。意外とねこのミドルとかの方が乗れるかもしれないですね。まあそんな感じでね、またお邪魔させていきたいと思うので、実況はこんな感じで終わりです。はい、今ですね入水してから1時間ぐらい経ったんですけど、本数にはね結構乗れてて数十本は乗っとると思うんですけど、まあただねいい波、これいい波やったなとかイライディかなっていうのは本当数本で多分2本ぐらいしかないんですけど、なんかね久々に来てやっぱ改めて思ったのが、これ乗ってる途中にこういきなりこうボトム溜めて、そしたらここでリップショーという時にいきなりこう波の意味がわからんところからこうブレイクして始めるの、いきなり意味がわからんところからねブレイクして始めてくるんですけど、やっぱりこのところどころにこう岩がねゴツ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 すごいリーフやから、やっぱりそこの岩があるところからこうなんていうのアワーとかブレイクするから、たまにねわけわからんところで言われてくるから、それがねとにかく難しいなと思いましたね。はい、でも逆にその岩があるおかげでこの実は深いけど岩があるから割れてくれるとかあるから、まあそういうところを利用するしかないかなと思うけど、いや改めてね本当にここのポイントは難しいですね。あと本当ちょうど3ヶ月ぐらいかな、あと3ヶ月で S リーグ1戦目ここで始まるんですけど、まあ、ここはね本当岩やから地形もまあもちろんあると思うんだけど、そこまで地形もクソもないと思うので、波があるかないかの話だと思うので、まあまたね改めて来てもっともっとここのね波を知って1戦目に向けて練習したいなと思います。まあそんな感じでねちょっとあと数本乗りながら練習もっとしていきたいと思います。はい、お疲れ様です。さあというわけでね1年ぶりの茨城大洗でねサーフィンをさせてもらったんですけど、まあ3ヶ月後に S リーグ、1戦目がここで行われるということでね、まあ、練習しに来たんやけど、いやもうとにかくね波がもうむずすぎて超苦戦しました。もう今日からこう波 の, この癖をつかむのに、こんなねもう試合前にちょっと来るだけじゃ絶対つかめんぐらい本当難しかったですね。はい、でこの後ねもうやっぱサーフィンだけじゃなくて、まあ、せっかくここまで来たんで
中港ってとこにあるなんかお魚市場ってとこがあるらしいんやけど、ちょっとその辺ね行ってみたいなと思います。茨城来たら、まあ、試合の時しか来やんからさ、やっぱサーフィンだけとか昔とかはね、なんか近くにある古着屋とかね行ってたんですけど、まあ、そういう食事とかがあんま行ったことなかったんで、まあその辺もね動画映していけたらいいかなと思いまして、ぜひ最後まで見てください。多分茨城のね視聴者さんの方はもしかしたらおると思うので、なんかおすすめやったらね、また次来る時とかに行きたいのでコメントでぜひお願いします。サーフィンに関してはね、まあなんてやろうな、ところどころピークがなくてところどころすごい割れるから、その本数は乗れたっすけど、いいダイビングはあまりできなかったということで、まあ、またねリベンジしに行きたいと思います。じゃあそんな感じでね移動してサーフィン以外のね動画もぜひ最後まで見ていってください。というわけでお疲れ様でした。はい、というわけでね先ほど練習を終えてですね、こちらのお魚市場っていうもう魚ばっかのところに来ました。結構ね年齢層がね結構高めで、なんて何歳ぐらいかな、60、70とかの方が、ね、すごい多くて、でとりあえずねお魚市場の前に山佐水産っていうとこお寿司屋さんに行きたいと思います。いやもう茨城ね、まあ、試合の時ばっかなんやけど、よくね何回も来とんのにこんなすごいいい感じのとこあるの知らんだ。本当ね海近く小屋んだから知らんだんやけど、こういうお魚市場とか何でもあるよ。はい、人もすごく多くてね、駐車場も満員でこんな人気なとこあるんやって感じだった。茨城といえば水族館、お笑い行く時の水族館とか、これ見て、天然本ハマグリ、うわすごい、やばやば。さあこの場でカキがどんどん向いてるね、どうぞ。盛り上がってますね。うわカキ、はい、さあどうぞ。さあこの場でねすぐ食べれるよ。カキ1個1000円。はいどうぞ、どうぞ。今ここにねこの動画撮ってる途中にこうすれ違った人で同じ T シャツ着てる人が2人おった。びっくりした。お、これですね、これ見てください、イース